ワイコンチョ。フライパンチャンネルのともりです。はい、カメラマンの秋山淳です。おざっす。今日はですね、海ではないです。陸の方にというか陸です。今日はね、特別企画ですよ。はい、今回はねコラボという感じでやっていくんですけど、その前にですよ、約束の時間守ってません、私たち遅刻してました。道に待って関係ないから言い訳言い訳。遅刻は遅刻だ。その分駒井さんは今日のコラボ助っ人やりますけど、そこでしっかりと結果を出すとびっちりね、指導してもらいますので、駒井さんそれになるべくね、その指導に応えれるように駒井さんも頑張っていきたいと思います。では早速ね、今回スペシャルゲスト登場してもらいます。お願いします。スベルゲンジのお二人です。よいしょ。はじめまして。軽く自己紹介をお願いしてもよろしいですか。スベルゲンジのもう仲良し感出てるんで、はい、全然使います。よろしくお願いします。今回はスベルゲンジのお二人はですね、サーフスケートを使ったハウトゥーやプラクティスの動画をYouTube の方で配信しているということで、小森さん今回サーフスケートの方を教えていただきます。でですね、小森さんのライディングの方をですね、お二人にもうお渡ししているので、小森さんのサーフィンをびっくり、それ知らなかったそのライディングを見ていただいて、小森さんの改善方法なんかを今回、サーフスケートを使って、ご指導いただける、こんな感じの動画になっております。よろしくお願いします。はい、まあ小森さん言うてもサーフスケート全然やったことないもんね。なので今回初心者の方でも始められるような練習だったり、まあ、初心者目線でその辺はお届けできたらと思ってます。はい、じゃあ今回はそんな感じでよろしくお願いします。まあ、今やっぱ個人的にはやっぱバックサイドの時やっぱお尻が高いですよね。なんかこの腰からクイッて曲がってる感じ、しっかりこうお尻を下げてやっぱ傾けてあげるっていうのは小森さん課題って言われてそう。なんでフロントがこっちに要は体が残ってればこうやって倒せるじゃないですか。でバックサイドはこっちに体がこう残ってればこうやって出るじゃないですか。常に曲がる方とは逆に体を残す。こっちに曲がりたければこっちに体を残す。こっちに曲がりたければこっちに。もう一回それでやってみて。滑らか。グリって戻ってきた。なるほどなるほど。本当はレールを立たせればいいんですよ。だからレールを立たせる、はい、レールを立たせるってこうなればこっちに曲がるじゃないですか。はいはいはい。ああなるほど。こうなればこっち曲がるじゃないですか。そのためにこっちに曲げるためには頭をこうやって下げればこうやればこれ入れたじゃない。はいはい、なるほどなるほど。これやれば。で今度こっちに倒すためには体をそっち難しいな。こうやって倒したと自分が倒れちゃう。はい、そうですよね。体をこっちにこう残しながらこうやって入れるとって倒す。ああ、ははなるほど。体全体をこう使うんですよ。でそれが今できてた。なるほど。やっと意味が分かりました。レールを立てるとは何ぞやということなんですけど。なるほどなるほど。
チャンネル登録お願いします。やったことないね。いけたね。すげえじゃん。おい。持って、下がって。後ろ、今後ろにこう、まあ、前こう、前足もついられてこう後ろだったじゃないですか。で、後ろになっちゃうとよりターンがしやすくなるんですね。結構簡単に傾いちゃったじゃないですか。その時にさっきできてた体のこっち傾けるとこのコース、うん、こっち、あ、こ、ごめんなさい、こっち傾けるとこっちのコース、こっち傾けるとこっちのコースっていうのがテンポがずれちゃった分、ふらついちゃった。そこと後ろ足だけステップバックしたらすごく後ろ足だけ確かにそうだよね。いつもさピョンポンってあるもんね、海でね、チョンチョンって絶対あるよね。後ろ足だけ。後ろ足、後ろ足、後ろ足ステップバック。まりちゃん、はい、エンディングでーす。お疲れ様でした。今日はドッキリということでキッタさんにもねお越しいただいてありがとうございました。で、小林さんたくさんアドバイスもらったじゃないですか。それを実際ね海で練習するのも楽しみで頑張っていこうと思います。で、これからちょっとねまだ時間がありますので、皆さんでね楽しくサーフスケートセッションなんかをね、撮れたらと思ってますので、引き続き最後までご覧いただけたらと思います。じゃあ今回はこんな感じで終わります。お疲れ様。ありがとうございます。The best I ever had.